どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はシェンを使ったデッキを作ってきました。はい、デッキの詳細は概要欄に書いてありますが、一応説明していきたいと思います。はい、焼き鳥に、スーパージュン3、守護兵3、ふわふわに、上官に、果たし合い3、バリアに、暗殺者3、拒絶が2、レンジャーに、騎兵が2、シェンが3、医師が3、クイーンが3、ディスリア2、精神1、ジンが2と、はい、いう風な感じのデッキ内容になってます。はい、まあ序盤はふわふわとか浄化入れてて、ここはイルシブに対して、なんとか対抗できるようにしてますね。まあここ2マナで料理人とか普通は入れるかなという風に思うんですが、料理人だとやっぱりそのイルシブに対して回答がほとんどないので、ここはふわふわをあえて入れてます。でふわふわっていうのが強いところが、クイーンと結構シナジーがあってて、クイーンを出した際にこれ 4-1 になったりしてね、はい、そういう風な動きもできたりするので、まあレンジャーでもそうですね。レンジャー出した後に、まあレンジャーのラストブレス後に、クマが出てくるので、こいつがいつの間にか 4-1 みたいな、スタッツになってたりするので、はい、まあ強いかなという風な感じで入れてます。はい、他には騎兵ですね。騎兵を入れてるポイントです。リュウジとかこいつらいますが、こいつイルシブには確かに強いんですよね。ただイルシブだけにデッキを考えていると、他の今流行ってるカリスタ、エリスの、はい、あのデッキに対してはカリスタが取れないんですよね。確かにその3のこいつを出した後にシェンを出してバリアつけながら、取っていくっていう風な動きは強いんですが、それはイルシブに対しては強いんですけど、カリスタに対しての回答がこれだとあまりないと、はい、いう風な感じなので、騎兵を入れて 3-2 という風なスタッツにして、いくという風な感じです。あとね、結構強いなと思ったのが、猿の偶像ですね。猿の偶像、あのカードに対しても、多分お相手のターンに出てきて0-5の状態で自分のターンに移るのが0-3がほとんどだと思うんですよ。その際にもこいつで、取れるので、でその際だとあいつ、攻撃力が0なんでね、はい、無償で取れて手札も補充できるという風な動きができるので、まあ騎兵を入れてるという風なポイントです。まあ動き的には、まあ試合を見ていただければ分かると思うので、はい、試合の方を確認してください。それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手は、デマーシアとアイオニオと、はい、ミラーマッチでしょうかね。はい、まあそんな感じがします。ここは浄化とどうだろうな、これでいきましょうか。クイーンは、持っておきましょう。はい、浄化だけ、マリガンして、はい、2-3-5というふうな動きでいきましょう。お、ジンが来ましたね。はい、このね、でっかい盾持ってるおっさんが来ましたけど、まあ2ターン目自分はまあ焼き鳥出しましょうか。はい、特にね盾じゃなくて守護兵出す必要もないかなという風な感じなので、ここは焼き鳥投げていきましょう。はい、で3ターン目暗殺者出していこうかな。はい、浄化も引けたということなので、お相手のまあ守護者がいれば守護者に、打っていきたいなという風に考えています。まあここは普通にアタックしましょう。まあお相手今ねバリアついてますが、なるほど、これ入れてるんですね。自分ふわふわがいると来てくれたという風な感じなんで、次はふわふわ出して、シンが出てくると、ちょっとシェン出てくるか。まあシェンが出てきたので、ここは、ちょっとね守護兵出していきましょうか。はい、守護兵出して、どうしようかな。まあこうしましょう。はい、あなたの盾になる、あなたの盾になると、はい、なってもらいましょう盾にね。はい、でお相手、まあここは結構弱気な動きだったので、お相手は結構厳しいというような感じですね。はい、まあふわふわ出していきましょう。はい、でエンドと、ここはクイーン出して、あれですね、あのなんだっけ、バロールで、はい、引き寄せて、お相手の 2-2 のスカウトを取っていけば、はい、もう全然怖くないというふうな感じですね。まあ、ただお相手、バリアがねあるかもしれないので、まあ、そこだけ気をつけていきましょう。はい、ここでふわふわが 4-1 というふうな、スタッツになると、なので守護兵を持ってたと、まあ、ここは、落ち着いて、2-2 だけ、取りに行きましょう。はい、まあ、取れればいいですよね、お相手何もないかなど、瞬身護兵で、変わっていくという風な感じですね。一気に、シェンもレベルアップさせてしまうかもしれないという風な感じです。どうしようかな、ここは浄化使うのもありかなという風に思ったんですけど、ここは、まあ普通に当たりましょう。はい、まあお相手ね、もうマナーもないことなんで、ここは好きなように攻められるよという風な感じですね。まあ2、そうですね、これスカウトはこうしましょうか。はい、
そうですね、これがいいかな。はい、これでいきましょう。で、6点削っていくという風な感じにしましょうかね。うん、これでいきましょう。はい、 OKOKOK と。はい、で、お相手こっからですよね。まあどういう風に動いてくるかという風な感じではあります。まあね、クイーンがまだ見えてないという風なことがあるので、まあクイーンがね出されたらだと、あとはもうこのターンでシェンはレベルアップしてしまうっていう風な感じだが、お相手動いてこないんだ。お相手動いてこないなら自分もじゃあパスしようかな。うん、パスしましょう。はい、パスします。まあお相手がね動いてこないということになったので、まあここはパスしていいかなと。で、ここはじゃあどうしようかな。ここちょっとね守護兵出しておきましょうか。一応ねバリア張りつつ、お相手多分バフかかるカード持ってるでしょうね。はい、なのでここは普通にクイーンでアタックしましょう。はい、まあお相手が果たし合いとか、ない限り、うまい感じでは取られないという風な感じですね。不屈の精神を持っていると。なるほど、チャンピオンにかかってしまったので浄化は使えないという風な感じですけど、まああの不屈の精神はね、寄せればいいので、であれでね、ここはちょっと待って、リーサルありそうですね。一回ここ当たっていって、シェン出しましょうか。自分もシェン出して、ならさっきシェン出しておけばよかったですね。ここはシェン出していきましょう。はい、シェン出しましょう。で、4-1 のふわふわになると、で、お相手は何も ユニットを出せないので、こうしていきましょうか。はい、かもうここ果たし合いで取っていくっていうのもありですね。お相手の、そうですね、6入って、そうですね、果たし合いで取っていきましょうか。ちょっと待ってくださいね。うん、果たし合いで、取りましょう。まず、こうがいいか。こうでいきましょう。はい、これで取って、で、お相手の盤面を1にして、もうマナがないのでね、お相手。特に出回しだとアイオニアなので、まあ、あったとしても決意とかだと思うんですよね。なので、まあ、相当きついだろうというふうな感じです。で、もう1枚、果たし合い使っていけば、これを寄せて、一気にかっさらえるというふうな形なので、勝ったんじゃないかな、ここは。こうですね、これで取っていくと。うん。OKOK。で、これでバロールでね、寄せてもらって、OK、ありがとうございます。GG というふうな感じです。うん、いい感じ。はい、マッチングいたしました。お相手は、フレオルトとビルトと、あー、なるほど、流行ってるやつですね。凍結エズリアルっていうやつですね。まあ追跡者は、まあ、ジン、返しておいてでいいかな。はい、まあ、これでいきましょう。焼き鳥、守護兵、レンジャーと。まだねどうなんだろう、お相手ローランク騎兵か。まあここ開始に、はい、出していきましょう。はい、まあ、ブロックはせずに、はい、で次は、バリアつけながらチャレンジャーで引き寄せて取っていこうというふうな感じですね。うん、クイーンが引けると、これで OK、エズエズな、はい、まあゼロにしてくるというふうな感じですね。ここはもう3-2でアタックしちゃっていいかなと。いや、ここは持っとこっか。うん、待っとこ。うん、これはしょうがないですね。うん、で、次3ターン目は自分特に動くことができないので、匂いがするぞ。なるほど、そっかそっかそっか、1ダメージのね、捉えた、強いな、こうやって見ると強いな、こいつも。ドイツを狙う。まあここは1体だけブロックしていきましょう。はい、オッケーオッケー。まあ結構ダメージは食らってますが、ここは騎兵投げようか。騎兵投げましょう。はい、みんな待たせたね。はい、騎兵投げてアタックしていきましょう。で、ここでね、うまくね、あのフラッシュフリーズとかやられると大変なことになっちゃう。いやー、あるか。あー、ミスティックか。結構いなされてるな。あー、結構いなされてますね。うん、いなされすぎてますね、ちょっと。まばたきするなよ。で、ズリアルが出てくると、ここまあレンジャー出すか。レンジャー出しましょう。はい、よし、一暴れしてやるか。まあ、お相手ね、多分エゼリアルで手でアタックしてくると思うんですけど、まあ、ここそれだったら、オーメンホークだけ取っちゃいましょう。はい、ちょっとね、厳しいですね、今の感じだと。うん、ちょっとお相手がね、ぶん回ってるってわけでもないか。で、対象取られていくと、ここは別に拒絶打つタイミングでもないし、チャージ完了、はい、チャージ完了と。はい、
で、パスですね。まだエズリアルはレベルアップは、まだ半分と、もう半分か、でも、まあ、ちょうど、半分過ぎたあたりかな、ここクイーン出しましょうか。はい、クイーン出しましょう。デマーシアの民は負けないよ。はい、負けないでください、デマーシアの民、はい、で、ここは、クイーンと。うわー、トゥルーショットバラージとか入れてんだ。ここ拒絶で取ろう、うん、拒絶で取りましょう。はい、お相手ね、それで、あれもなくなったのでね、ちょうど、うん、ここは、行きましょう。はい、確か3、1寄せての方がいいですね。よしよし、多分ね、青梅ホークはブロックしてこないと思いますが、はい、覚えてろ。で、ここは有利除去されたくないので、はい、ここは普通にアタックしていきましょう。はい、多分ブロックしてこないんじゃないかなと思うけどね。ただお相手、次は、7ターン目かな、7ターン目なので、まあ、進歩の火も使えないという風なことなので、手札は結構ね、枯渇してるっていう風な感じですね。あ、不屈の精神いけましたね。オッケーオッケー。お相手のデッキに対しては多分不屈の精神はぶっ刺さり、一撃必殺ってね。はい、ここはパスと、まあ、パスですかね。痛そう。いたったた。ここは、シェン投げましょうか。いや、シェン投げるか。クイーンがね、死んでしまうんで、こうパスしよう。ちょっと拒絶打とうかな。一回拒絶打ちましょう。これ打とう。これ打って、不屈の精神で、つけていき、多分この試合、クイーン結構相当役立つと思う。お相手がチンパンミスティックショットがない限りことを願いたい。で、フリーズとかだったら大丈夫。スタティックショック。だったら、あ、ビームか。1マナでビームあるってことか。 OK、 ビームなかった、助かった。 OKOK、 これでアタックしましょう。はい、 OKOK で、アタックと、アタック入っていくと、あら、入るんだ。 OKOK、 関係ない関係ない。で、不屈の精神ぶっ刺していきましょう。隠れろ。はい、これで OK と。よしよしよし、一気にね、ここからまくっていきましょう。はい、で、3-1、3-2とアタックして、クイーンはレベルアップと。はい、 OK。 正義は天空をかける。バル、おいで。いけ、バロで。よしよし、いい感じいい感じ。不屈の精神ついたクイーンはね、強いですね、やっぱり。で、お相手ビルドと、フレオルドなんでね、まあ、取る手段はほとんどないという風な感じですね。はい、うん、装備完了と。まあ、ここバフがかけられますが、特にね、オッケーオッケー。ただね、もう得ずね、次ね、レベルアップしてしまうというふうな感じなので、新しい足が、ここでね、まあ、思い切り連打打たれたら大変なことになってしまう。スペルをね、俺にかなうわけないって。俺にかなうわけないって。はい、勝ちましょう、頑張って。もう湧いて手札ないというふうなことなので、進歩の日じゃない限りはいい。クイーン捨てると。一撃必殺ってね。あ、ここは手札に戻しましょう。はい、 OKOK、 まあ拒絶もないですし、はい、まあ、ここは普通に手札に戻していきましょう。で、ここは、レンジャー出していきましょう。はい、焦るなって、焦るなって。はい、で、シェン出していきましょう。はい、ごきげんよう、ケミ長者の将軍。なんと同じユニットを出してくれますか。変化するやつか。こういう風なあれなんですね。へえ、かわいい。まあ、ここシェン出しましょう。2つの領域、1つの均衡。で、これがね、瞬身誤報が入ってくれたので、まあ、うまいことね、これを使って倒していきたいなという風なのもあります。まあ、ここは、まあ、クイーン出しましょうか。はい、まあね、顔持つと思うんだよね、一応まだ。多分顔持つと思うんだよな。手札これミスティックミスティックミスティックだったら大変なことになるけど、見つけたものはいただくぜ。ここは、こうしていきましょう。で、4-2引き寄せて、うん、こうしましょう。私たちの出番だよ、バロール。バロール行ってこい。で、相手は、まあ、ブロックしてくれます。で、4点入ると、ビーバー。で、一応ユニットの数は少ないか、自分の方がね、シスリア出しましょう。やっとここまで来られた。はい、で、ここで、アタックしていくと。シスリアにバリアかけていきましょう。はい、それでいいと思います。で、ここで、寄せてって感じですもんね。はい、これでいきましょう。シスリアにバリアつけつつ、素早く飛び、素早く倒す。いきましょう。はい、
まあ、これで一応ねお相手のユニットは全部取れるという風な感じではなりましたね、5、3、4、6、5、6、6と4、5という風な感じなので、なるほど、バーストつけていくと OK、ブロックしてエズリアルも取れていくという風な感じですかね。 OK 取れた。よしよし、このねお相手多分もう1枚に対してこれだともう結構きついです、でお相手どうなるか。なるほど、弓兵なんで出さなかったんだろう。さっき弓兵出しとけばね、多少は大丈夫だったような気がするけど。お宝いらねえよ。まあここは、バリアとかも張れないので、ちょっとあそっかイルーシブがいたか。ここでね、まあなんかチンパンやらないやらっていたらちょっと負けるかな。まあチンパンないけどね、まあ手札1枚なので、ね、ここがビームで、取ってくると、ここ瞬身護法で逃げましょうか。一応逃げましょうか、はい、求められる知恵行くのみ。でバリアで逃げると、はい、まあね一応ね逃げといて、はい、まあユニットは減らさないようにしときましょう、はい、で次シェーンもレベルアップするというふうなことなの でいつの間にかこの子が5人になってると、ここは普通に、こうですね。 OK GG ありがとうございます。はい、マッチングいたしました。お相手は、カリスタとエリスと、まああのティア1と言われてるあのデッキでしょうね。まあここローラン家の騎兵が、まあ、ここはちょっと刺さるかなというふうな感じではあるかな。まあ刺さってほしい。このためにこのローラン家の騎兵を入れてるっていうのことがありますね。カリスタが取れやすいというふうなことなので、3人というね、スタッツなので、まああのなんだっけ焼き鳥とかでね、バフがかからない形だったら、まあ一応4-3という、はい、スタッツのカリスタは取れるというふうな感じなので、あ、セバージン来てくれましたね。まあここは、セバージン出しましょう。はい、特にね序盤の多分チャレンジャーはそこまで、この焼き鳥は、使わないと思うので、お、不屈の精神来ましたね。お相手の、まあデッキには多分不屈の精神はぶっ刺さりですね、はい、シャドウとグレオルドなので、相当ぶっ刺さりなのではないかなというふうに思います。ここフェザー出してもいいかなというふうに思いますね。どうしようかな、うん、出しましょうか。はい、まあここでお相手ブッチャがなければいいんですけど、完璧なムーブではないか。はい、で、あーでもどうだろう、第一はみんなのところに出されたらちょっと嫌だと。ゲームを入れてるんだ、ゲームを入れてるんですね。まあここは自分は特に、することはないので、まあパスしましょう。はい、ゲームを入れてる方なんだ。あーなるほど、でここでブッチャー出してくると、展開していくと、で2点バーンと、うん、やっぱり強い。まあね、一応ねここの騎兵でうまく、まあ騎兵の強いところというのが、このチャレンジャーで猿とか今チンパンとかいるじゃないですか。あの、あ、猿ってチンパンって、あのチンパンってあの三の、チンパンではなくて、ビルジーとかにいるあの3ですね。まあ自分のターンに来ると多分0-5ですけど、あの2つ、まあ自分のターンに回ってくるときには0-3になってることがあるので、ここでうまくねストライクすると、無償で、チャレンジャーが手札に入るというふうなことなので、まあ強いですね。はい、喉幻影が2枚目出てくると、出し合いでねうまいこと使って取っていこうかなというふうに思います。はい、ここは、普通にアタックと。なるほど、幻影搭載型なんですね。なるほど、いいカード来てましたね。うん、捕食者出してくると、まあここまあ普通にね、取っていきましょう。果たし合いでうまいこと、うん、取れていけ、いいね。でね、ちょっとね、ここまで来ると一応メイメイが怖いというふうなことがあるので、一気にチャレンジャーのカードが、増えていきましたね。まあこの動きがやっぱいいですね、こいつ。はい、やっぱチャレンジャーと手札だもんね、増えるのここでね。はい、急に歌い出すなよプンプンと。はい、まあ、ここはそうですね、寄せ寄せで来られてしまいますので、ここ出しましょうか。はい、 5-4 だけちょっと守っていこうかな。まあかお相手どういう風に、来るかという風な感じですね。まあ 5-4 寄せて、来るかなという風にも思いますし、なるとエリスで一気に盤面を取っていく。まあここ結構ダメージ食らってしまいますが、まあしょうがないかなというふうな感じですね。なるほど、2-1で、お相手、じゃあ5-4は、4-4はブロックしていって、6点は食らってしまうというふうな、形になりましょうか。まあね、ここはちょっと迷うところ、こうしましょう。はい、わざと、こうしていきましょう。で、チャレンジャー手札に入れていって、ここでね、支援で、こいつをつけて、この4-4、5-4を、4-4じゃない、4-4を、はい。取っていこうかなというふうに思います。でエリスはねそこまでね怖いユニットではないので、ここまで来てしまうとね、うん、ただメイメイがバカでかくなっていったらちょっと困ってしまうので、そこだけは気をつけていきたい。こっちの方がいいかな、どうだろう。ただね、まあやっぱ、シェン出しましょう。
ちょっと命名だけはやめてほしい。まあ1000円出します、うん、2つの領域、まあ、暗殺者とかあったらちょっと嫌ですけど、まあ、ここは寄せて、こういうのと、まあ、チャレンジャーはいいか、こういきましょう、はい、これで、バリアをつけつつ、取れたらいいなというふうな感じですね。まあ544は取れていくと、お相手なんだろうな、めいめいかな。あ、なんで今出した。あ、なるほど、チャレンジャーで取られたくないからということですね。すいません、ちょっと。なるほど、結構雲を広げてって、はい、これでエリスがレベルアップをしていくというふうな感じですね。お相手1枚というふうなことなので、結構ね、手札も1枚なので厳しいかなというふうな感じではありますが、まあね、回収人で結構ね、点数もらわれてしまうということなので、うわー、ちょっとこれはやばいですね。回収どうしようかな、ここでね、一気に6点、まあここは出しましょうか。で、ここね、このデッキはレベルアップじゃないわ、体力回復するユニットがほとんどないので、ちょっとそれが厳しいなっていうのはありますね。ただね、盤面ここは守れるということなので、で一応ね、チャレンジャー搭載してるってことなので、まあこのね、マダツボミ2体は取れていくというふうな感じなので、やっぱり、強いというふうな感じですね。ただね、ここね、そうか、引き寄せてマダツボミのアタックしてくれた、これね、死んじゃいますね自分。あ、いや、わからん、まだわからん。これね、自滅されたら死んじゃいますけど、これ自滅されたら死んじゃいますね。ただ20点でしょ、意外にね、多分出ると思う、これ打点寄せれば、寄せれば出ると思う。ちょっとね、自滅されたら負けですけど、いやー、やっぱね、マダツボミは強いっすね。ここは、ふわふわ出しましょう。まだね、諦めない、お相手が、自滅とかない限りまだ諦めない。で一応ね、盤面で、ローバンはブロックできないから別にいくて、いやー負けか、これ命をかけてこの森を守る、1点足りないというような感じですね。いやー、わーで残虐か、ま、はい、対戦の方はどうだったでしょうか。多分動画上だとシェンがあまり活躍してなくて、お前クイーンばっかしか活躍していないんじゃないかというふうな声が多々聞こえるような気がしますね。はい、まあ一応ね、まあ多分今ここで乗ってると思うんですけど、まあこういうふうにねできるんですけど、まあ今回は、その試合を乗せなかったっていうのがありまして、あまりお相手がその強くなかったんですよね。はい、強くなくてっていうか、なんかよくわかんないファンデッキみたいなデッキだったので、あまりそれをちょっと乗っけたくないなと思って、結果だけ乗っけました。はい、まあ面白い試合だけは乗っけようかなというふうな感じで今乗っけたって感じです。はい、で一応最後の試合ね、まあ負けてしまいましたが、まあ騎兵がやっぱりああいうふうな動きもできるので、まあ強いかなというふうに思います。でやっぱちょっと反省点としてましては、やっぱこのデッキ、回復ユニット、回復スペルがほとんど入ってないっていうのがあるので、まあちょっと入れてみたりとか、ピンか2枚ぐらい入れてみたりとか、まあね、守護者入れてもいいかなと思うんですけど、まあ、守護者入れてもいいかもしれませんが、自分は守護者入れない形で、言っています。はい、まあ今回の動画はこんな感じで終わらせてもらいます。はい、もし今回の試合が GG と思った方は高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。はい、また頑張りたいと思うので、はい、お願いします。はい、また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。